アルベルト・ドミニク・エボス・セボ・ジョン・ゴディカはカメルーンのサッカー選手。カメルーン、マレーシア、アルジェリアでプレーしていた。カメルーンでは出身地のクラブであるドゥアラ・アスレチック・クラブでプレーしていた。2009年に U-20 カメルーン代表に招集された。2012年4月15日に退団したらザール・ポポビッチに代わる形でマレーシアのペラフ a に入団。 同月17日のサバ FA 戦で初出場を果たしたが22の引き分け、5月4日のトレンガヌ FA 戦で初ゴールを決めたがこの試合も22の引き分けだった。2013年7月、アルジェリアシャンピオンナナショナルの JS カビリーに入団、リーグ2013から2014シーズンで17ゴールを上げ得点王に輝いた。2014年8月23日、USM アルジェ戦でゴールを挙げたがチームは1から2で敗退、試合終了後に競技場から去ろうとしたところ、月光していた JS カビリーサポーターの一人によって投げられたものが、ボジョン後の頭部を直撃、病院に運ばれたが数時間後に外傷性脳損傷で死亡。24歳だった。アルジェリアサッカー連盟はこの事件を受けて、以降の試合を無期限延期することを決め、 試合が行われた1954年11月1日スタジアムの閉鎖を命じた。南アフリカ出身のジャーナリスト、マーク・グリーソンは、彼の死因である、ノーソン賞は、投石によって引き起こされたのではなく、チームメイトによるリンチによって引き起こされたものだと、ワールドサッカーダイジェストのコラムにて報じている。2014年の12月に、英国の BBC も同じように報じている。 ありがとうございます。